溶害山溶害山城は山梨県甲府市上石水寺町にあった日本の城、筒子笠機関の爪城として築かれた山城である。1991年に国の史跡に指定された溶害城石水山城とも呼ばれる。なお、甲府名山にも選定されている。所在する甲府市上石水寺町は甲府盆地周辺の中央北部。 相川線上戦場地の戦場部に位置する。標高770メートルの丸山と呼ばれる、洋外山中腹の傾斜地を中心に築かれている。高城佐記によれば、追記は武田信虎時代の栄章17年6月であるという。武田氏は前年に館を伊沢の川田間から筒子が先間へ移しており、駒井正岳の領地であった。 石水寺教の丸山が城として取り立てられ、館の爪城として、鳥出や狼煙台が築かれたという。同年には、駿河の今川市勢の武将、福島正重が、寸州王冠を海へ侵攻し、甲府へ迫っており、信虎は、性質の多い夫人を避難させ、福島勢を駆逐しているが、夫人は、その最中に、城中で着難を出産したという。 活より期の天正四年六月一日付竹竹、主因上によれば、武田氏は、洋外城から西方に位置するオビナ号に対して、洋外城の不審への召し出しを命じており、オビナ号への川除けと他の諸不審の一切を免除している。公用軍艦、海の国主によれば、武田氏時代の常盤は、駒井次郎左衛門、武藤山次郎、駒井正直が務めたという。 武田氏滅亡後、徳川氏の支配期を経て、豊臣家大名が入場し、加藤光康安により集築が行われた。文六年間の集築を示す意向としてあのお住の石垣が見られる。会の国史によれば、慶長5年の関ヶ原の戦いの後に会は再び、徳川氏が漁師、廃城となったという。2017年4月6日、続日本百名城に選定された。 溶岩城の市場として熊城があり、溶岩山城の東側をガードするように築かれている。熊城は標高730メートル付近に立地し、一直線上の小規模な角と掘り切り、縦掘り、石垣が遺構として残されているが、その中には連続縦掘りや上り石垣城の遺構もある。熊城に至る案内板は一切ないため、工場には注意が必要である。 主格に至る通路や山姿、車、掘り切り、見張り台等の遺構のほか、要所を固める石垣も、ほぼ完全に依存しており、戦国大名を武田氏の築いた城郭として、また、中世豪族の居住形態を示すものとして、極めて重要であるとして、九百九十一年三月三十日、洋外山の名称で、国の史跡に指定されたが、四角以外の整備は行き届いておらず、各は、 やぶかしているところも多い。登場口に説明板があるが、それ以外、主角などには解説、説明板等はない。土塁、門跡、等のサインはある。城に至るまでの案内板はない。また観光案内所にも、用外や真っ白としてのパンフレットはない。甲府駅からバスで、積水自家バス停まで、約20分弱、そこから、用外温泉と、 用外山城登山口まで徒歩約15分、登山口から宿角まで約30から40分、もしくは甲府駅周辺でレンタサイクルで登山口まで約30から40分程度、そのたくまの出没地域であり、冬場を除き注意が必要である。ありがとうございます。